だ。ガチなやつと予約するからね、ガチャ覚えるんですけど、今、怒る前に一回ワンバウンドのこと。で、泊まるとこも、まあ、ちゃんと考えてるんですよ。どこですか？寝カフェ。それは考えてるんじゃない？それは考えてる。最後に村田くんはうち、そういう時あったら、最近の友達んち。だから、僕が友達んちが好きやる。なんかさっき村田さんがさっきやる。村田さんがさっきやる。いいと思うけど、問題点は一つやな。新幹線のチケット。キャンセル料ってかかるんですか？新幹線のチケットは、多分、乗り換え変更ができるから、1枚だけ乗車料買えれば。あー、なるほど。キャンセル料とかもなくていい。なるほど、何するかによるかね。とりあえず、1日はキャンセルした。最後のコラボ番組が、ちょっと行ってみたいなって思う。新幹線。ご挨拶？もう、いじってるやん。俺ら動画で擦りすぎやけど。何回出すん、今度の。お前、ええって。いつ東京行きたいかなと思って行けないんです。水面で尾行みたいな、誰かさんの YouTuber 尾行みたいな。尾行尾行あれないですか？ないですか？同行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 同そっからじゃない。じゃあ回しときますよ。はい、今16番。なんでこういうのさ、無理一瞬で出してあげてください。うしょーたスイッチ繰り返しお母さん突き落とし大体わかる。何？東京に残ります。じゃあ、コウさん、じゃあ発表言っときなさいよ。東京に残らせてください。でも、そうかな。ドラマ見ても、すごく分かるんです。ドラマ見ても、犯人は分かるし、大体次のことが読めるから分かるのよ。分かるの？すごいっす。で、僕、なんか同行させられてるんですよ。お兄ちゃんがいいんちゃうって。バカか、お前。お前、その言い方おかしいやん。だから、コスト高すぎにって。じゃあ、泊まるとこは、どこやったっけ？寝カフェ。寝カフェ。で、寝カフェか？森田くんち。無理やったら、最悪無理やったら、ほんちが最悪。最悪です。最悪、もう残業ずっと24時間残業。最悪です。残業です。最悪です。でさ、ご飯とかもさ、気を使われてさ、ご飯はもうそんなことなるのかな。ご飯はこのカフェ何やと思ってるこのカフェ。どれだけ俺で何もうさ、ラタトゥーとかさ、人間さ、でも、ちょっと待ってください。一緒に大阪に来る。ちょっと待って、そこでさ、話し合ってたら、いつ東京行きましょうかみたいな話し合ってたら、このまま残ったら、もしかしたら、一緒に帰れるんだよ。一緒に大阪に帰れるんだよ。それさ、金曜日ね、カフェ、ここは2日目で、金曜日来る。いや、もうそれやったら逆に君はいない方がいい。すいません、ここはやる。いやまあ、そこは取り出したら無理っさ。そこはでも行かない。お前さちょっと東京にいたいですよ。いや、着替えとかどうすんの？森田くん、サイズが違う。いやまあでも自由とか、うんうん、まあね、うん、あ半袖やから半袖だけど、ね、パンツもパンツ貸せる。なんでパンツは貸せるんすか？なんでパンツは貸せた？結構賛成発生。ちょっとそれはいいな。圧かけたんで賛成発生よね。鬼も賛成発生。ほんでどうすんの？よがれる気持ちよ。もうないんすよ。違う、あれ薄いのだからな、さっき。東京にいたいって。今回はどうするの？お金は？何
っていうのをお金に。お財布は78円。あります。78円お財布ありますか。お財布ありますか。どうして買うのチケット。はい、他にいいねで、それも。はい、一緒にもらってないと買えるから。いやー、人頼りすぎるやん。でも、お母さん、お前、前髪で踏んなかったら終わるで。前髪で貸してくれって言ったね。前髪で貸すの。だから、今私に金をよこせって言ってる。意味がわからん。ショートスイッチ。なんとなく結果なんか嫌だよ。コラボカフェ延長とかどうなんちゃうかな。コラボカフェ延長だよね。ちょっと頑張る頑張る。マジ僕絶対やこらせてガチでかい。あそこね、ほんま怖いわ。その未来がちょっとあーちょんちょんね。今ねヤコバスの未来来る。あヤコバスやと僕が夜行バスやろ。僕が夜行バスで帰る。なんかギリギリまでこう撮影して帰って夜行バスで帰ろうやってなったら、ちょっと恐怖。恐怖だね。恐怖覚えてるのかな。じゃあ、じゃあ、どうぞ。僕、東京に登りたいと思います。待った。もう東京でもな、いいやん。もうめっちゃでもな、でもな、思えへん。最初それは全部24時間残業。仕事それはかわいそうではあります。帰ろ。でも待って帰ろ。圧がすごい。いつ帰ってくるって。日曜日。違いますよね。いつ日曜日。日曜日日曜日日曜日。ええー、さあさあ4泊5日あほんじゃん。バカやん。北海道で歌うのかバカやん。え、せめてさ、今日泊まって、明日とか明後日帰ってくる。同じこと言ってた。明後日くらい帰って、一回大阪帰ってから、次の日行ったら多分。いや、出身です。何がしんどい。何がしんどいね。じゃあね、それはさすがに泊まるのは、YouTuber さんの家。じゃあ、僕は、僕はそれやったら全然。引きが取ってきましたよ、コウさん。じゃあ、ここで行かないな。行かない、ここ行きましょう。え、ビーチは遊んでいいんだよ、全然壊れないのか。それは絶対。でも、ユーチューバーさんの家泊まれなかったら、どこ泊まるんですか。ネカフェ、無理なら。ダメです。村田さんが、村田さんが一番ドッキリやん、これ。無理だろ。あの、この絵は俺が描く。俺が解禁する。え、マジ。え、マジかよ。あんちゃん、なんかそんな英雄残しました。何回目。あんちゃん、これほんま、マジっぽいわ。俺さ、俺この前さ、お金出えへんってさ、切れた動画出したばっかやね。ホテルじゃん。YouTuber さんの家です。お前ちょっとしてもちょっとしてほんまにどうしよう。じゃあ、でもほんまそれは絶対な。え、ほんまに。お母さんが言ってるからさ。え、そうじゃなかったら倍返しな。10万返してもらうからね。でも、時間がないね。だから、それでね。はい、分かった。またやろ。もうやっちゃうよ。絶対知らんこと言ったんですよ。送りに来てください。嘘だろ。あんちゃん。お母さん、あんちゃんだろ。じゃあね。じゃあね。じゃあじゃないよ。また日曜日。頑張ってください。
頑張ってください、ジャーナーさん。また日曜日。お前らおんな。また日曜日。お前ほんま、覚えたけよ。覚えたけよ、お前。覚えたけよ。やれ。やれ。お疲れ。5万円もらってきました。ウショータスイッチ。暗くて多分いいな。じゃあ、一人を祝って乾杯。これが何曜日だ。今日水曜日。水曜日ですね。木金土日。日曜日まで僕を見ないと。そうす最高っす。映画見に行きましょう。ちょうど映っても大丈夫だ。え、どうしました。コウさんお疲れ様です。ちょっとウームの営業さんがコウさんに差し入れ持ってきてくれました。お疲れ様です。もしよかったら。お疲れ様です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 。食料持ってきました。ありがとうございます。え、いいっすかこれ。全部食ってる。全部食べてください。全部全部全部。あ、ありがとうございます。一緒に食べて。もう僕らの方がいっぱいある。全然気にしない。こんないいんですか食べて。もちろん全部食べてください。ありがとうございます。ありがとうございます。楽しんでください。わー、そっか。お疲れ様です。なんかちょうどパーティーしたんだけど。あ、見ました。なんか見た。なんかいや、めっちゃ大人数で。そうで、それが余ったからよかったらコウ君食べないって。余りすぎては。後で夜食にしましょう。あ、そうですね。夜食じゃない。しなしなねば。買ってきました。何買ってきたんですか。ドキホーテルいっぱい買ってきましたよ。まずは必需品パンツ。これはね絶対必要。俺絶対6日用ね。もう一つ大事。靴欲しいな。これも絶対大事。俺臭くなるから靴下。うん。風船。これ何。まあ、これです。パンスです。クラッカー。クラッカー。クラッカーで買ったんです。クラッカーで。絶対いらないんですよ。の、よく豪華ってきました。わからないです、これ。この三つ。全然わかんない。パーティス。二人で。あ、僕もね、僕も泊まるからね。そうっすよ。これ今から風船。やりましょう。50個。50個。何したと思います。え、何したと思います。まあ、6000円。あ、そうなもんす。うん、6500円くらいかな。歯ブラシも入れてほぼ1万円。9000円。85円。5万円しか扱ってもらってないのに。でも1万円使います。1万円使ってもいい。4万円でしょ。なんで勝手に買いに行っちゃったんですか。一緒に行ったらこんなことになるんですか。1万円持っちゃって。え、でも結構必需品しかないんですよ。もういや、これここはね、こっちはいらないこれ必需品っすよ。え、もう入れてっていいですか。はい、やっていきましょう。こんな感じでいいんですか。いや、ちょっと勘弁してくださいよ。いや、真面目にやってください。こうやって、まず引っ張るんですよ。伸びるように。やりました。やった上でそれ。一番っすよ。ちょっと待って。これが限界。絶対嘘。ガチガチ。絶対嘘。そんな。どうやってやるんでしたっけ。息吹き込むだけだって。息吐いてないよ。ちょっと待って。50個僕にやらせようとしますよ。勝負しましょう。勝負しましょう。あ、そう。これ7円。いや、なんで買ったんですか。これ大いらなかったもん。こんだけ膨らませました。
終わりです。 OK。 いやでもこんだけあれば楽しいですね、うん、こんだけあればいいでしょ。ショートスイッチ。今日泊まるんすか。いや泊まらないですよ。仲間がフッツチームのトイラさん。ありがとうございます。え、泊まりに来たんですか今日。いや泊まらないですよ。今日もう一部屋借りてるんでよかったら。マジですか。ちょっとコウさんも一緒の部屋来てくれて。こんだけあるんで食には困らないです。すごっ。普通に呼んでくれればいいのに。ちょっと帰らせてもらいます。いただきます。ショートスイッチ。ポテトこれ食べきれないな。これポテトエグい量ある。エグいのあるんだ。なんだこれは。ありがたいけどね。うん、食品がこれでまず浮いたから。ショートスイッチ。せーの、よいしょ。せーの、よいしょ。ビタッチっすよね。あ、いけるわ。あ、いいな。これで寝ます。これ1個入れます。これ枕1個で持ってください。あ、気持ちいいっす。いいな。あ、すいません、すいません。うわ、いい。何も割れるとか思いました。めっちゃ怖いけど。これは結構貴重ですよ。怖いっすね。いや、怖いよ。怖っ。怖っ。これ人いたら大変ですよね。やめてください。変な、なんか変な怖いことしてます。そうです、ロッカーです。で、ここまでです。あのクリエイターが来れるのはここから先はダメなんで。できなの。今日だけですか。こっから先は今日だけでもダメです。あー、ダメなんだ。はい。うわ、マジこういうのダメなんですか。一人とか絶対ない。こっち一回出ちゃおう。うわ、ダメなんですか。行くのが怖いです。交差先で、いや、やめてください。鏡はやばい。合わせ鏡はやばい。この時間ノイズね。ダメだって、本当にダメです。怖っ。やば。なんか格好で泊まりしてみたいですね。うん、こことかダメだって今の。今日仲間って言ってましたよ。本当はあの今日仲間だと思ってるんで、今みたいな、いやいや、ないですよ。裏切りっていうか、あの脅かし合いとか絶対やめましょう。やめましょう。うん、本当に良くなかった今のは。オッケー。よしよしよし。あと映画見て寝ましょう。そうっすね。もう一人来るんですね。もう一人一応仲間を呼んでるんで来てくれたら。トイレ行きたくなってきました。トイレですか。このカード使って。え、行かないですか一緒に。いや、僕今大丈夫です。え、後で行きたくなるんですよ絶対。いや、そのカード使って、あの今の見ました。さっきのトイレでもさっきなんか変な人が入ってったから。あ、終わった。それ良くないって。トイレ行きたいって。あ、じゃあ僕も行きます。え、絶対行こう。よし、ありがとうございます。一旦ここでカメラ止めちゃいます。中まではちょっとあれなんで。なしで、もう本当に1回ずつやったんで。歯も磨いて見ながら寝ましょう。見ながら寝ましょう。めっちゃ無線多いっすね。無線は本当にいらなかったです。本当にコナンでも見て寝ましょう。ショートスイッチ。すいません。
おはようございます。おはようございます。びっくりしたじゃないですよ、今何時だと思ってますか。8時半過ぎましたよ。寝坊して、もう早く片付けないといけないから。そっちに体向けないで。起きて。早いじゃない、起きて。よく寝れましたか。こんなところで使えると思ってなかった。びっくりした。なんか、ちょっとこっちに行ってください。はい。よし、じゃあ。サウナはマジ気持ちよかったですね。めっちゃいい。で、なんかソファーみたいなとこあって1時間ぐらい寝たんですけど、なんか沼りそうっすね。沼るね。明日から行こう。いや、ちょっと毎回行ったらお金破産したんだけど毎回はできない。1回は2400円でしたよ、ね、はい、1回。あ、ダメだ頭が回ってない、全然寝起きすぎた。ウショータスイッチ。いや、良かったですね、めっちゃめちゃめちゃ寝れました。確かに寝て結構気持ちよかったですね。でもめっちゃいい。なんか僕も事務所に泊まるってことなかなかないんで。本当ですか。はい、すごいいい経験できて楽しかったです。はい。どうしたんですか。なんだろう、言いづらいんですけど、ね。なんですか。今日も一泊泊まれたらいいなとか思ったりしちゃうんですけど。今日ももしかしたら。うん。もう一泊いいですか。どこにですか。ABCD の中っすね。 ABCD? 運のスタジオ。運のスタジオ。ダメですダメです、全然。帰りましょう。今日一緒に泊まるじゃないですか。今日は僕も自分の家に帰る僕もやっぱちょっと家には一回帰りたいなと思って。うわ、泊まりたい。ウーム。ダメです。明日もウームに。ダメですダメです。いや、楽しかったですよ、僕も。嘘ですよね。一日は楽しかった一日はじゃあ2日目は。いや、ダメです。ダメです。もうちょっとウーム出ましょう。ウームにいるともう本当帰ろうとしないから。事務所で一番住みやすい。ダメです。とりあえずウーム出ましょう。もうダメです。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。じゃあでかい。なんか紹介したい奴らもいるから。うち、そうっす。あ、危ない。大丈夫。そう、ここです。掃除させられて普通に何がある。何がある。何もないなんかあるっしょ